本上のあっちゃんです。いや、やっぱり2時間しかねえな、しんどい。でもちょっと顔洗ってきます。チャオ、あっちゃんです。いや、眠たいわ。早速ね、ちょっとソーレを入れてきていけない。水入れて飲みましょう。ソーレ今日31日目、ついに1ヶ月経ちました。さあ、お弁当作ってみましょうか。ソーレね、31日目、ふっと気づいてんけどね、まあ、肌がすごい綺麗になったとか、眠いねんけどね、目がこう、パッチリ覚める。いつも、もうこんな、もう、でもね、寝舞台の寝舞台ねんけど、なんちゅうの、頭は起きてないんやけど、体は起きてんねん。体は元気やね。そんな状態やねんけど、そういう意味やねんけど、頭痛薬が飲んでないって言ったけど、そういえばね、アレルギー症状が出てない。いつもこの時期ね、鼻詰まったりとか、目が痒くなったりするんだけど、大丈夫？これが不思議。アレルギー改善したかわからへん。ということでね、作っていきましょう。パストリーです。
一年熟成チーズ。これ結構ね、濃厚で美味しかったん。ワインに合うシリーズで今新しく出てんねんね。で、これだったらこれも食べたんやけどね、おつまみで。美味しかったよ。これで2人分焼く。ほら、早い。焼けば工程早いやん。1日2回もかかるさ。安い反面焼きにくい。
このフライパン、つかへんからやと思うんだけど、なかなかね、使いやすいような、使いにくいような、不思議な感じ。よいしょ。おー、いいね、やってた。次はルーム、よね、メイン作ってみましょう。今日ちょっとね、昨日夜寝てもうてできへんかって、ライブがね、思った以上に長引いてもうてできへんかったからね、今日今やります。鶏のもも肉をね、今ちょっとこう切りました。どんどん切りました。適当な大きさ、ちょっと大きいかもわからんね。前は多いめに作ってもいいよ。でちょっとね、食べやすい大きさに切ります。食べやすい大きさでいいんで、一口大にしてね、お弁当はちょっとちっちゃめに切った方が食べやすいんで、これぐらいにちょっと大きいな、まあまあ多いんちゃうかな、これやったら。これぐらいに切りましょう。でね、お弁当なんでね、火つけちゃダメですよ。ほんまはこれまな板のやつだけど、お弁当はね、菌があかんので、生肉をまな板に何枚乗せないように
朝からね、まな板を使いたくない。使うんやったら2回違うやつ使ったんやけど、めんどくさいんで、もうこのハサミでいきます。で、洗ったらしまいに。粉をまぶして、で、その適当にね、粉を。これでね、もうね、しっとりするから大丈夫。ね、粉を適当にまぶして、でこれに油をちょっと入れて揚げ焼きみたいな感じでねしていきます。さあ鶏さんからも油出るけどね、ある程度最初ね、この粉と粉と一体感を出すのに、ね、一体感じゃ粉をねさっと揚げ焼きするのに予備油をします。よし、
に調理を戻します。焦がさないようにいくんだけど、お、スパイシーになった。面白い。うん、美味しい美味しい。これでは完成です。はい、きんぴらごぼうね。きんぴらごぼうをささっとささがいて、きんぴらごぼうささがいてね、ごぼうささがいてね、きんぴらごぼう作ってみましょう。爪を削りそうになった今。で、油をさっと入れて、ちょっと高めに削るんだけど、それで油にね、回して回して、油をよく回して炒めていきます。それでご飯をね、うちの定番ね、もうきんぴらごぼうがなかったら赤みたいになってないよね。大好きなうちの子、きんぴらごぼうの味で今日のあっちゃんのコンディションをね、測ってるんだよ。今日は美味しくなかった、体調悪かったとか言われる。あれ、ゆりごまどこ行った？ゆりごまちゃうわ。ゆりごまどこ行った？ゆりごま。こんなね、バージョンアップしてね、すりごまとすりごまを焦げた。でよ、最初だんだんね、最初はいいですよ、あのいりごまだけやったね。それがすりごまを入れることで全然風味が違うんやって。これで七味、もうちょいこれ七味、七味からいなかったよ。醤油はちょうど良かったけど、七味の味はせえへんだよ。まあまあ、気の入ったつもりやね。忘れず買ってきたよ、ごま油。あちゃんね、先週買うの忘れて、ギリギリ、まあ、あのギリギリやった。このごま油がね、結構いい味を出すのよ、最後ね。ごま油、熱を入れないね、火をつけない、これが基本です。昨日のライブで言ったと思う。はい、ご飯にね、きんぴらごぼうをね、作っておきま
ルがちょっと朝ね、もう最近お弁当作ったやつを食べるのが主義だって聞いてね。はい、完成です。はい、今日のあっちゃんちのお弁当はピリ辛ポークチキ、あ、ポークじゃない、ピリ辛、チキンチャップと、七味香るピリ辛ホッポクチャワー、何を言ってんねん、七味香るピリ辛チキンチャップと、トリュフ香る卵焼きと、チーチク、久々にチーチク、チーチクね、中身これね、あの醤油チーズっていうのがあって、それを入れてみた。で、みんな1個で、きんぴらごぼうで、今回これ豚汁です。はい、以上でお弁当終わり。では出していきましょう。よいしょ。量が豚汁好きだからね、この市販の豚汁はそんな美味しいことはないんだけど、10分間に終わりました。ちょっと今日ね、10分だけね、過ごしたいんですけど、やりましょう。はい、完成。はい、完成しました。ちょっとこれかける位置間違えて、ここじゃないんだけどね、ここちゃうから、張り込むね。ああ、これは今日は水、今のは水です。もうそれで終わったので、ということで今日のあっちゃんのお弁当作り、この辺で終わりにしたいと思います。総例31日目にしてね、気づいたことは、未だにアレルギーの薬を飲んでないというね。いつもね、タリオンもらってて、タリオン2週間分一応もらったの。この前病院行った時、いつやったっけな、あれは壊れた日、ワーゲンじゃないよ、うちのプーちゃんが壊れた日、8月31日にタリオンをもらったね。で、まあ夏はちょっとあれやから、夏過ぎぐらいに出るから、次までに出るかから全然一応予備くださいって2週間分もらってきたの、まだ手つけてないね。それと、もうね、なんだろう、アムロジン、血管を拡張する薬、あれもやめました。ほんまは勝手にやめたらあかんのかわからんけど、やめました。で、今飲んでるのは女性ホルモンだけ、プレマリンだけ。で、あとはね、頭痛薬も飲んでないし、一切の、女性ホルモンだけはね、どうしてもそのホルモンバランス、自分で分からへんのよ。まあ、体調落ちてきたら、もしかしたら飲むのを、一回止めてみて、で、別に体調変わらへんのやったら、止めるっていうのも手やねん。ほんまにもう薬をやめていきたいから、まだ体調変わってくるでしょ。で、そういうことで、やめようかなって悩んでんねんけども、まあ、今のところちょっとそこは悩み中です。はい。まあ、総例31日目にして、今まで、朝の起きんのと、ぐっすり眠れるっていうのと、肌ツヤがいいっていうの、あと頭痛薬がほとんどいらなったっていうの、プラス、アレルギーの薬が、鼻詰まりとか、喉の炎症、ね、目がかゆいっていうアレルギーが止まってる。この分でね、エビ食べられたらいいねんけどね。そうやってね、やっぱりアレルギーがなくなるっていうのはすごい嬉しいことやしね。まあ、花粉のアレルギーはすごい、まあ、もちろんこの花瓶アレルギーはあるよ。肌の過敏アレルギーだとまだまだ髪の毛プルッとやってすごく痒くなったりするね。それはまだあるけど、それも治ってくれたらいいんだけどね。まあ、そんなこんなでね、かなりね、アレルギーの方も改善はされてきた。うん、ただやっぱりね、逆にね、変なもののアレルギーが出だしていて、アレルギーっていうのかな、言ってみたらね、金属アレルギーが今まで全くなかったのに、ピアスつけたらちょっと痒くなったりするね。だから、なんやろうね、やっぱ昔々の人間が使ってなかったもののアレルギーっていうのはあるのかもわからない。だからこうやっぱり外気なんかやったらいろんなアレルゲンが飛んでる、だから過敏のアレルギーが出てるのかもわからへん。ちょっとこの辺痒くなったりとかね、ネックレスのね、この辺が痒くなったりとか、そういうのはちょっと出てるかもわからへん。逆にね、今までなかったものがね、それは確定じゃないねんけど、そんな気がする。ちょっとあっちこっちってことないんだけど、痒いなって感じる時がある。
あので痒いところって大体なんか金属に触れてたりとか、あとあのなんていうのが外にさらされるところが、うん、だからそういうのも出んのかな、わかんない、そこはわからないけどね。そんな状態で、まあ体調はめちゃくちゃいいです。で今日はほんまにね2時間寝てるか寝てへんかぐらいしか寝てないね。昨日あれからライブ終わってから動画を2本作って、1本失敗したからもう1回作り直して、でシャワーして、お風呂も入らんかってシャワーして、で出てきて、なんだかんだそんな頭をかわしながら動画もう1本チェックしてたから、結局寝たんがね3時ちょい過ぎてて、3時半ぐらい半なってなかったかな、3時20分ぐらいかなに寝てんけど、1回パソコン切ってんけどまた忘れて、もう1回立ち上げてやり直してね、ちょっとこれはねもうええと思って、そんなもんしたら結局3時20分、起きたん5時10分、はい、そんな状態です。いやー眠い。はい、ということで、今日のあっちゃんのお弁当作りこの辺で、じゃあ今日の一日、今日でこれで、今日の一日これから始まります。頭はね、まだ寝てます。寝ぶたいです。正味やっぱり、寝ぶたいのは、ほんまに寝ないと無理。だけど、体調の方はね、めちゃくちゃいいです。だから、寝ぶたいの早くなれば。うん、元気になる。だから子供を送り出して、もしかしたらまた二度寝するかもわからない。明日ちょっとねロケで出かけるから、いいのかな、腰結構痛いからね、ロケ行ったらまたしんどくなるけど、もう来週はね4連休入るしね、もうゆるっと過ごすんで、金曜日は無理してもロケ行ってきます。はい、この動画が上がるのは金曜日、この動画が上がってる頃にはもう、向かってるはずです。伊勢地区二見方面にね、はい、二見一場方面に向かってると思います。はい、ではバイバイ。また途中から、なんだコミュニティ上げます。今日一日ゆるっと、いや明日のために動画やっぱ続くら、またね、バイバイ。